どうも皆さん、私立花亮と申します。前回ですね、このためをして、このゲージを貯めることによって、まあ今できませんけれども、分身が作れるようになったということでですね、分身が作れるところいっぱいあったんじゃないのということでございます。それがね、どこにあったかと言いますと、このね、ゴングルさん、ゴングルさんのこの右のね、ところにあったんですよ。そしてね、まあ動画編集してて、これも分かったことですけれども、ゴングルさんのダンジョン地図ねえなみたいな地図全然ないんですけどみたいなことも言ってたじゃないですか。それもね、普通にあったと。どこだここは、ここ違うわ、あれ、こんなとこあったっけ、あったなわけですよ。なのでね、まずそこに行って、ゴングルーさん一旦戻って、その取ってないもの、やれてないことをやってみようと思います。そう、まずね、ここですよ、ここ。つまりこうして、こうして、あれ、こうしてなんか貯めて、あ、そうなっちゃうのね。じゃあちょっと違うわ、やめるで、やめて、貯めて、こうか。いやー、これで踏むと。そうすることによって扉が開く。え、道場じゃない。ハートのかけらを手に入れた。あと1個でライフが増える。先にちょっと話しかけておくか。実は私こそがハイラル1の剣の使い手、突進。うちの道場で修行すればめきめき剣の腕が上がるぞよ。私の修行を受けてみるか。お願いします。お願いします。では2に人気のかっこいい技、回転突きについて教えるので、しっかり しっかと聞くぞよ。おお、うむ、見事。移動距離も意外とあるな。結構むずいし、結構硬直がある。これ強いのかな、まあ、攻撃力次第って感じはするな。いや、もうこれ右側もルピーだったらどうしよう。いや、もう、でもそっか、ルピー袋もらってたからよかった。じゃあね、次はゴングル山の炎の洞窟のね、行ってなかったところに、あ、今避けた、完全に。やっぱり回避性能はあるね。え、そういうこと。おお、強っ。それを言ってよ、鉄心さん。それを知らなかったよ。なるほどね、回転切りってどういうことだろうと思ったけど、本当に回転切りしとるじゃない。これは結構、うわ、使い道あるかも。これですよね、その取ってなかった宝箱っていうのは、こうやってここで戻って、取らなければいけなかったとね。動画 見返してて思いましたけども、ここで一旦宝箱を見ていたのに、こう戻ってね、ここ降りて大人なんだ姿戻ったら、もう見向きもしてなかった。自分で見ててびっくりしましたけども、ただもう何もアイテムないので戻ります。あれ、お父さん戻ってる。鍵をなくして中に入れないだよ。家の中にはスペアキーがあれだがな。困ったわ、せっかく町にロンドンミルクを売りに行こうと思っていたのに。ここの家族はもう時のオカリナの時からずっといるってこと。ずーっと一生いるのかな、そういうなんか輪廻に。
苛まれている。別に苛まれてはいないか。そういう理…あ、牧場の鍵を手に入れた。これでドアを開けられる。内側からも。そっかね、いきなり中に中から出てきたら、なんだお前らはってなるもんね。踏まれそう。ああちゃんと押し出ししてくれた、ありがたい、ね、この状態で本当に踏み潰されたらもうたまったもんじゃないもんね。おお、それはまさしくスペアキー。どうやって取ってきてくれたか知らないがありがとうだよ。ぜひお名前を教えてくれろ。リンクがいい名前だよ。ハイラル校に行きたいなら家の中へどうぞだよ。どうもありがとうリンク、また遊びに来てね。今行く。もうさっきは助かったべ。ハイリア湖に行きたいならオラの牧場の裏口から行くのが近道だよ。もうあ、これはもうまさしくこれで行けというやつだね。いやもうちょっと、もうルピーもういらないよそんなにいっぱい。うん、あ、誰、兄のチンクルがいつもお世話になってます。そうそう、兄から妖精さんが来たらかけら合わせしろとかけらを預かっているんです。はいはい、します。はてな、ぴったりのがあればいいのですが。2つのかけらはぴったり合わさった。何かいいこと起きるかな。アンクル、おー、これハイラル城の近くの場所かな。あー、はいはい、やっぱりこのチンクルたちはああいうところを開けていくんだね。で、あそこを開けて、なんか、あ、ここも、あ、チンクルがここなのかな、この光ってるところ。多分そうだな。チンクルが開けてくれるところがあの光っている場所ということかもしれないですな。アイリア湖って上かな。ちょっとね、あ、ナイス。行けるところ結構多いので先にね他の場所行ってみたいと思いますね。あ、え、シロップのお店が下か。お、なんだこれ。いやもうこれもルピーだったらすごくやだ。どうしようかな。ルピーそんなに必要ないんだよな。あ、てか200溜まってるから先に町に行って貝殻30個買おうと思います。うん、ちょうだい。あ、ちょっとやめとこう。そういえば、そういえばですよ、この人もなんか売ってんだよな。いろんなチロップ売ってる。瓶に入れて持っていける。使えばいいこと起きる。使えばいいこと起きるのか。瓶もな、今のところ1個しかないしな。なんか使いどころが結構難しそうだね。やっぱ貝殻買うか。ください。はい、高いもん買ってくれてありがとうね。なんかサービスして何かをサービスして。あ、いつでもあるのね。なるほど。じゃあもうコンプリートは簡単だな。200ルピー貯まれば。さあ何でしょう。お、大きな財布、最高。300ルピーぐらいまで持てるようになったかな。え、のどかじゃの、牛がいっぱいおってうまそうじゃな。
食うな食うな。とりあえず右が順路だということなので右に行きたいと思います。おう、あ、またチンクルだ。すいません、どうなった？ワンワン、このね、ピッコロになると喋れると。最近ご主人様のアイヤーさんの帰りが遅くて寂しいわん。ツボ、犬もかけら持ってんだ。どこだここ。行ったことないなあそこは。うん、ぴったりワン。あ、妖精さんですか。ですよね。していきます。あ、危ねえ、今使ったばっかりだった。デイビッド・ジュニア、もう全然名前違うじゃん。もうシンクルってめちゃくちゃいっぱいいるんでしょ。何人だっけ、相当いるんだよね。大丈夫かな。あれ、こっちじゃない。いや、シロップさんのお店だから全然こっち側じゃないじゃんね。下って書いてあったしね、さっき。